ほら、りょうくん、りょうくん。ふりふりふり。りょうくん、こっちこっちこっち。はい。はい、でー。ああ、ああ、痛い痛い、りょうくん。Happy New Year to everyone! Happy 2018! 皆さん、明けましておめでとうございます。English Bootcamp のユミです、本年もどうぞよろしくお願いいたします。2018年、1回目の動画ですね。ということで、今回のテーマはですね、New Year's Resolution、新年の抱負、新年の誓いっていうのをまあ、テーマにしたいかなと思っております。ね、What is New Year's Resolution? New Year's Resolution っていうのは大体ね、年明けに今年こそこういう一年にしようみたいな目標を立てるんですよ。何でもいいんです。ね、例えば、まあ、To lose 5 kilos とかね、5キロ痩せるぞとか、何でもいいんですよね。To find a boyfriend、ね、To find a girlfriend とか、恋人を見つけるぞとか。まあ、いろいろこう、人それぞれ、そういうのをね、作ります。My New Year's resolution for 2017 was stay healthy. 去年の私の新年の抱負はですね、stay healthy. まあ、こう、健康に注意して、やっていくっていうのが私の目標でした。ね。で、do some exercise とかね、いろいろ、こう、計画は立てたんですが、なかなかね、うまくいきませんでした。というわけで、My New Year's resolution for 2018 is do some exercise. Or at least walk every day. Walk 30 minutes every day.、私の2018年の誓いもですね、去年と同じく、少なくとも1日30分は歩こうっていうね、すごい地味ですけれども、なかなかね、こう、運動がね、あまりもともと好きではないので、こう、全然動かないんですよね。どうしてもね、仕事も家でしてるので、こう運動不足になるので、一日、まあ、とりあえず30分は、こう、近所周りでもいいので、歩こうかなと思ってます。で、まあ、こんな感じで皆さんもですね、何かね、New Year's Resolution を、こう考えてみてくださいね。何でもいいと思いますけれども、まあ、せっかくこれ英語のチャンネルなので、英語に関する New Year's Resolution とかね、考えるといいかもしれないですね。ただまあ To study English 3 hours a day とかね、そういうちょっと無謀なのはやめた方がいいです毎日3時間とかね、1日こう計画を立てると失敗しやすいので、ざっくりとこう一年でこういう感じになりたいなとかっていうのをこう目標を立てて、それに向かって細かいプランを作るといいです。ね、一年の終わりにはこうなっていたい。じゃあそのためにはとりあえず、最初の3ヶ月はこうしようみたいなね。で、その次の3ヶ月はこういうことにしようみたいな感じで、こう一年の年間のね、こう ざっくりした英語学習のスケジュールを立ててみるといいんではないでしょうか。というわけで、まあ、新年のご挨拶ということで、今日のテーマは、新年の誓い、New Year's Resolutions でした。また今年もね、去年にも増してたくさん動画を上げていきたいと思いますので、皆さん楽しみにしていてください。で、もしよければね、皆さんの New Year's Resolution を、このコメント欄にでもね、書いてくださいね。全部ね、コメントは読ませていただいてますのでね、ぜひ書いてください。OK? See you next time! Bye.